嬉しいです、はい、行動の道は遠回りかなって思ったんですけど私がこの場にいていいやろうかとかと思うこともあったんですけどいろんな年代の方がいて、えー、とそれぞれ自分の映画のことをしあの真剣に話している姿がやっぱりあの心を打たれるところもあったし。 あのとても難しいだろうなというふうにも思ったし、えっと、そうですねなんかあの伝わってくるものがあの紙,紙とかじゃないところで伝わってくるものがあったんじゃないかなというふうに思いますそうですねなんか自分とあまり年齢の変わらない方たちがこうやってなんだろう熱意を持って挑戦しているっていう姿がそれだけでなんだろうすごく。 かかっっこよ何だろう本当にみんなとれ,ればいいのにっていうかみんなにとってほしいなっていう気持ちがすごく強くあったのですごくこの中から5人を選ぶっていうのはすごく酷なことだったんですけどでも何だ このフルーさんの企画がまあ今年で終わらずにまたどんどんこう続いていけばあのもっともっと若い人たちにチャンスがあの届くんじゃないかなっていうのはすごく期待してますはいいやそうですねなんかこう私がイメージしている映画監督としての能力と今日みたいなそのああいう場所であのコンペティションで プレゼンを堂々としなければならないっていう能力って割とこう監督として。私がイメージするものと対局の能力だったので。今の時代の映像を作る方ってこういうことも求められるんだと思って。本当にこの時代に映像を作ろうと思わなくてよかったなって思いました。そうですね。もう審査することもまあもちろんなんですけど。プレゼンがやっぱ面白すぎてまんまコントにしたいなっていうの方が。 何人かやっぱりいらっしゃいました。はい。そっちの方に脳が働く。そうですね。やっぱりちょっと悪い職業病というか、ここれやったら面白そうだなっていうことも考えながらあの一応審査もさせていただきました。後でこっそり教えてください。はい、はい。ありがとうございます。今回集まった企画というのがそのジェンダーに関すること、ここに残ったもの以外にもそのジェンダーに関する企画ですとか、姿勢感、まあ、自殺に関する企画も多かったというふうに伺っているんですけれども、園藤次郎さんこの 傾向についいてはかかが思われますか、はい、私がそんな重いテーマに答えてもよろしいんでしょうか。はいお願いしますそうですねやっぱり今、えー、皆さん、えー、ちょっとすみません、長谷川さんがいないので誰も突っ込んでくれないんですけど、ちょっと一応、役者さんが真剣にコメントする感じでちょっとやらせてもらってます、やはり今、テレビをつけてもコロナのニュースばかり、皆さん、どうしても、ね、そちらの方に頭が引っ張られるっていうことなんじゃないでしょうかね。 なので、まあ、今年はちょっとそういう傾向が強かったようですが、もっとこう明るく。うん、前向きになれる作品があっても、いいんじゃないかなと。そう思いました。佐藤浩一でした。佐藤さんでしたか。はい、ありがとうございました。えー、エントリーナンバー八百二十七番、えー。脱走給仕、ええー、近藤圭介さんですね。はい、近藤圭介さん、壇上にお上がりください。 では、えー、企画名脱走救助近藤啓介さんに一言突然今ね上がっていただきましたけれどもコメントいただきましょうかお願いいたします。はいえっ、ー、と近藤啓介です。はいえっとちょっとこういう場で話すのがちょっと初めてなもんであマスクあごめんなさいすみません。はいあのこういう場で話すこと自体ちょっと初めてなもんであのめちゃくちゃ緊張してるんですけどあの。 選ばれて嬉しいです。嬉しいです。はい。嬉しいです、ね。ありがとうございます。はい。比較的軽やかな話ではあったんですけど、えっ、ー、とやっぱり、えー、こういう40分の枠の中で、えっ、ー、と自分が見たいと思える素直な作品だったと思います。えっ、ー、とそうですね。なんか台本がすごい自分が 書いてる台本に似てる気がすごくしていて、すごくあの自分自分が野球の話取れなかったんで、近藤さんに頑張ってもらいたいなっていうふうに思いました。はい、あのよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと近藤さん、あの、はい、書いてる脚本が近いんじゃないかっていうお話を今されましたけど、はい、あのそう言っていただけると本当嬉しいです。<laughs> はい、僕もあの沖田さんの映画すべて見てますので、はい。 影響を受けているのだと思いますはい、ありがとうございまコンペの時もお話ししたんですけどその私がこうやっぱ変なものが見たいなと思っていつも、えー、そういう作品を探しているので本当にちょうど変ないい具合に変な感じもあり肩の力も抜けていてでもやっぱり、えー、ちゃんと伝わるものもあってで人物の造形とか会話もセンスを感じました。 えー、そう、新人らしい迫力があって。とても好感が持てたので、えー、面白い作品を期待してます。あり,いますありがとうございます。今日のいでたちも、はい、あの、すごいサンダルがやっぱり監督前とされているというか。この感じがやっぱりいいですよね。はい、すみません、ちょっとこれしかなかった。そうですよ。はい、そのままでお願いします。はいはい、あの、嬉しいです。はい。あんまり。 変なものを書いたつもりはなかったんですけど、<laughs> はい、あのそう言っていただけると、はい、すごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。えっとじゃあ二つ目の作品は、えー、エントリーナンバー二百六十二番、えー、マンタローのラジオ体操、小、えー、山屋野さんですね。小山屋野さん壇上にお願いします。マスクを取りいただいて、ありがとうございます。急なことなんですがコメントを一つ。 ピッチの時はすごい緊張しちゃって言葉が止まっちゃったりもしたんですけどその分こうたくさん伝えたいことを震災の方に伝えることができて今こうやって立つことができて驚きと嬉しさででいいっぱいです、はい、情熱もやはりすごく感じましたしあと皆さんパワーポイントや何やいろいろ駆使してくる中 スケッッチブック一つでで乗り込んできたというそこが僕は個人的にあのすごく気に入ったのと、まあ、あんまりあれそ,そんな選考には関係ないですけどすいませんちょっと笑いを取りたくてすいません。<laughs> あと皆さん、そのステージに乗って今日プレゼンしたんですけど彼女はそのステージに乗りのを忘れてもそこの床であのスケッチブック持ってやったんですよ。だから今、初めてそこに多分立ったと思うんですけど、まあ、普段あの AD という報道の AD というきつい仕事をやりながらもあの脚本書いてちょっと自分の作品撮ってみたいというその情熱を感じてちょっとあの作品見てみたいなと思いいました頑張ってください、まあ、とにかく皆さんそうなんですけどあるプレゼンの 姿とか言葉だったりとか表情とかでものすごくこう気持ちが伝わってきてあなんかこ,のこういう人が撮る映画見てみたいなっていうふうに素直に思いましたしなんだろうな,なんか最後の,その渋谷のスクランブル交差点のシーンっていうのがすごくなんだろう絵としてなんか印象に残っていてあのシーンがもっともっとこうなんだろうな感動的になるって言ったら変ですけど。 人々のたくさんの人の心に届くようなシーンになるようになんか作品をこれから練り上げていってほしいなって思いますいやスケッチブックで乗り込んでよかったなって思いましたあの普段報道の AD をやっててもともと映画を作りたくて映像業界入ったんですけど報道,報道の道は遠回りかなって思ったんですけど。 その分報道の現場で頑張ったから伝えたいこともこう溢れてくるものもあったので2年間2年半報道で培った分フィクションでも頑張れるようにこれから頑張っていきたいと思いますありがとうございますありがとうございます期待しておりますエントリーナンバー566鶴見さんのメリバ講座はずみろしさんです、はい、はずみろしさんどうぞ男女にお上がりください 鶴瓶さんです。ミリバ講座です。<laughs> はずさんおめでとうございます。はい。はずさん今回最年少の選出になるのかなどうですかね。はい。では一言いただきましょうか、えー。まずはファイナリスト選出ありがとうございます。と自分が考えた企画がこうさこの今日三次審査で皆さんの前でピッチさせていただいてこうファイナリストに。 選出させていただいてとても嬉しいです。あのこの選出されたことをちょっと浮かれすぎず、ここをゴールだと思わずに精一杯映像化に向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まあなんかどどんななんか時代変わったりしても結局なんか誰が好きとかそういうことでなんか面白い物語ができるんだなと思って。 であととてもまだ若くてこれからだと思うんでこの作品をどうやって撮ってまたどういう作品ができるのかここからどういう着地をするのかがとても興味がある作品だなと思いました。 あの暑さと同時に、その視聴者の目線でちゃんと考えている冷静さもあって、そのギャップがあの興味深かったです。あの映像経験ないんだよね。なので、ない監督にしか撮れない、あの移植の作品を期待してます。今までこう一次選考、二次選考通過させていただいた時に、こう選出された方を見ると、すごい経験が多い方とか、もうすでに。 映画監督として活躍されている方も,それも多くてちょっと私がこの場にいていいんやろうかとかと思うこともあったんですけども、ま、たやさんのコメントを頂い,いて経験がないなりにも精いっぱい頑張っていきたいなと思います。